住友電工陸上部が6日大阪市内で新加入の短距離選手の会見を開き、来春入社する17年世界選手権男子400メートルリレー銅メダリストの田修平、関学ぶ大は2020年東京五輪を見据え、世界で勝つ約できる戦手になりたいと笑顔で抱負を語った。今回のジャカルタアジア大会も男子400メートルリレーのメンバーとして20年ぶりの金メダルへ特に貢献し、他10.0メートルの自己ベストが10秒07。今後は練習よりどころペンを関東に移す意向も示した。 ANA から移り、関氏12月1日付で入社したジャカルタアジア大会男子200メートル派ものの小池優隆と今年の日本学生対抗選手権の男子10.0メートルを制し、春入社する永田俊と境内もで席した。